よろしくお願いします。皆さん、あの本が好きなんですね。あのびっくりしました。実は僕ね、あんまり本好きじゃないんですよ。というか活字があんまり好きじゃないんですよね。で、まあ絵を見る方が好きだって言いますので、絵学芸員がやってるようなところだと思うんですけど、まあ今日先ほど言いましたけれども、間違えてました。私だけが知っているってところ抜かしてきちゃったんです。というのは、東洋の理想という岡倉天心の本は多分私だけじゃなくて皆さん知っていると思います。でもここはですね、ちょっと考え方を変えて、その私っていうのを岡倉天心と考えると、岡倉天心だけが知っている東洋の理想、日本とは何か、というのことをこの本が語ってくれてるんですよね。で、まあ岡倉天心はこの東京芸大の前身の東京美術学校を、作ったような人で、そこをちょっと出ますとですね、六角堂という堂の中にこんな格好して座っています。ちょっと拝んでみてください。でその人が書いた英文で書いた本です。で4冊本を出してるんですけど、みんな英文で書いています。この一番有名なのは茶の本ですかね、ブックオブティーで、英文で書かれたんですけども、世界各国、数えられないくらい翻訳されていて読まれている、角蔵っていうのが本名なんですけど、角蔵岡倉の名前は日本で もしかしたら有名人、世界の美術館にちょっと訪ねて、少しでもその東洋系のものが置いてある美術館のショップに行くと必ず茶の本を置いてますよ。で、今日は茶の本じゃちょっと面白くないので、東洋の理想にしたんですけれども、これは一番最初の言葉はみんな知っていると思います。アジアは一つなりってやつですね。で、この言葉が有名でもあって、でまたちょっと誤解も生じてき、たような歴史があります。戦後70年も経ったので、そろそろその何かそのアジア一つなので、それで大王共和圏だみたいなことではなくて、そこから何かその新しいですね、秩序を、アジアという、場を持って考えていきましょうっていうのを初めて言った人だと思ってくれればいいんですけれども、で読んでいただきたいですが、難しいんですよ。別に英文を読むことはなくて、このように割と読みやすい翻訳だったとしてもちょっと難しいんですね。で僕もですね、ちゃんと読んでないかもしれません。でそのアジア一つであるってところから始まって、一番最後が実はですね、おすすめの一行なんですよ。14、15章があるのかな。で最後は展望ってなってまして、その前 その明治時代っていうのがこの今 あのダブルインパクトそのままのその時代を岡倉天心自身が説明してくれているので、これはものすごく分かりやすいです。で展望っていうのの一番最後、つまりこの本の一番最後にはですね、内からの勝利か、それとも外からの強大な死か、ちょっとこう謎めいた言葉で終わってるんです。最初もちょっと謎めいてるんですけども、最後はこんな風に言っているのは、実はそのこの本は英文で書かれていて、でインドでその着想を得てで、イギリスから出版されてるんですね。でそれはちょうどそのインドが独立の運動をこう高めていった頃なんです。つまり訴えかけているのはインドの人たちでもあるんですね。つまり日本もインドも同じじゃないかと、同じアジアじゃないかと、そしてその西洋から、足をこうしろと言われて、そのままになっていていいんでしょうか。つまりそこから内から、つまり我々の側から何かを起こしていかなくてはいけないんじゃないかというような意味の言葉だと思います。僕は本読むの嫌いなんですけども、考えるのは好きなんですね。で、
ちょっと謎めいた言葉は何なんだろうっていうふうに考えることが、手なんか見るのと一緒にこれはちょっと講義としてはダメですね。はい、終わります。では今の、ね、途中が聞きたいという方は質問をぜひ出していただければと思いますが、はい、どうぞ。あ、すいません、続きをぜひ。ちょっとだけそのダブルインパクトという展覧会はその西洋がやってきました。ドクラクネに乗って西洋がやってきました。で、日本人たちは割とそれはすごくちょっと引け目に感じる。つまり日本にはないその西洋の科学だとか圧倒的なその力というものを見せつけられたわけですよね。でそこから近代というのは始まるんだけれども、岡倉天心は そこから始まったんだけども、でも元々あるものっていうのを大事にすればいいじゃないかと、 そんなそのまあ言うことはないと、こっちもびっくりしたけども、あっちも相当びっくりしたんだというようなことで、その対等の意識で日本のいいものっていうものをもっと発展させていきましょうというようなことを言った人です。あ、終わり。シナリオ段階からちょっと関わってたんですけども、途中からまあちょっと僕の考えから離れていったんですよ、映画は、という件もあるんですけども、もうちょっとその岡倉っていう人の複雑さっていうのがあったと思うんですよね。映画でその2時間で短縮しちゃうと何をした人ですっていう、ちょっとこう分かりやすい方向に言いがちなんだけれども、まあ、やっぱりもっともっと混沌としていて複雑な、まあ、人間性というのを持ってた人だと思います。でそれに一番その我々にとっては日本の美術、近代の美術っていうのを、まあ、作った人だというところを あれは割とうまく絵をいっぱい出してくれてて、そういう点では良かったんじゃないかなと思っていますけれども、まあ、なかなか絵がするのは難しいですねという感想です。ありがとうございました。